もしあなたが陪審員だったら、この女性の罪をどう裁きますか？19世紀のアメリカマサチューセッツ州で資産家ボーデン夫婦の遺体が発見されます。2人は自宅にいるところを何者かに襲われ、何度も斧で殴られていたんです。そのため2人の遺体は原型をとどめないほど損傷していたんです。そんな凶悪事件の容疑者として浮上したのは娘のリジー・ボーデン。当日のアリバイから犯行ができるのは彼女だけ。さらにリジーは両親のことを激しく憎んでおり、遺産をめぐって争っていたんです。それだけでなく、事件の数日前には両親を毒殺しようと企んでいたことが分かりました。リジーが両親を殺害する動機や証拠は誰が見ても明白。凶悪すぎる彼女にどんな判決が下るのか、誰もが固唾を飲んで見守っていました。そんなリジーに言い渡された判決はなんと無罪でした。アメリカ国民なら知らない人はいないこの事件、なぜ彼女は無罪を勝ち取ることができたのか。そこに隠されていたのは集団心理の闇でした。オスオス、横浜の赤レンガでデートしたいケンちゃんです。私を愛してくれなきゃ有罪、闇闇子です。本日ご紹介するのはアメリカ一有名な無罪になった容疑者リジー・ボーデンについてなんです。まずはどのような事件だったのか、その経緯を追っていきます。メトラの皆さんもリジー・ボーデンが有罪なのか無罪なのか、陪審員になったつもりで動画をご覧ください。白昼の惨劇。遡ること130年ほど前の1892年、アメリカマサチューセッツ州フォールリバーが今回の舞台。この地に住むボーデン一家は銀行業や不動産業で財を成した地元でも指折りの名家でした。当時32歳のリジー・ボーデンはこの家の次女。ボーデン家は父アンドリューと母アビーの夫婦、長女のエマ、リジーの4人家族で、メイドのサリバンを含む5人で暮らしていました。この地元で誰もが知る資産家にあんな惨劇が起きるとは誰も想像していなかったんです。それは同年1892年の8月4日、当日家にいたのはリジー、父アンドリュー、母アビー、メイドのサリバンの4人。長女のエマは外に出かけていました。朝9時頃、父アンドリューは散歩に出かけ、母アビーは2階のベッドルームの清掃へ。メイドのサリバンは自分の仕事である家事や掃除をいつも通りこなしていました。朝の10時半、父アンドリューが散歩から帰宅します。彼は家に到着してすぐに1階のソファーで横になり昼寝を始めました。同時刻、メイドのサリバンは体調不良を訴え、3階のベッドで横になっていました。そしてリジーはこの時どこにいたのか明らかになっていないんです。朝11時10分、体調が少し回復したメイドのサリバンは3階の部屋で窓掃除を始めます。すると家中に突如叫び声が響き渡るんです。サリバン、早く来て。どうやら声の主はリジーのようでした。急いでサリバンが駆けつけると、そこには慌てふためくリジーの姿が。なんとリジーの横には父アンドリューの遺体が転がっていたんです。その姿は変わり果てたものでした。顔や体には激しく殴られた痕跡もあり、なんと頭蓋骨は砕け、眼球が真っ二つに割れていたんです。リジーは言いました。物置小屋にいた時に父の悲鳴が聞こえたから、家に戻ってみると父が死んでたの。遺体のインパクト強すぎない？これ全部リジーがやったってことでしょ？うん、まあちょっと唾が飛んだけど、まあ本当です。はい。まあまだ決めつけるのはね、早いですから。驚いたメイドサリバンはすぐさま母アビーを呼びに2階に上がります。しかし彼女がいるはずのベッドルームから返事はありません。不審に思ったサリバンがそっとドアを開けて部屋に入ると、彼女はまたも信じられない光景を目にするんです。そう、それは母アビーの遺体。アビーの遺体にはアンドリューと同じく激しく殴られた痕跡が。後の検視結果で、彼女は初めに顔面を殴打され、うずくまってがら空きになった後頭部を凶器で17回も殴られていたことが判明。そしてその痕跡から凶器を割り出すことに成功したんです。その凶器とは斧。夫婦は斧の柄の部分で殴り殺されたんです。そして驚くべきは母アビーが殺された時間。それは夫人が掃除のために2階のベッドルームに上がった直後の朝9時、まるで2階で待ち伏せされていたかのように殺害されていたんです。アビーとアンドリューが殺された時間、結構なんか差はない？そうなんですよ。アビーはね、朝の9時、そしてアンドリューはね、朝の11時に殺されてるんです。つまりこの空白の2時間っていうのがね、結構こうポイントでもあるんですよね。事件に対する警察の当初の見立ては怨恨でした。夫婦に強い恨みを持つ外部の人間が家に押し入って犯行に及んだとみて捜査を進めていたんです。しかしこの事件には大きな謎があったんです。それは空白の2時間、犯人はこの2時間の間に何をしていたのか。母アビーを殺害してわざわざまた戻ってきたのか、それとも家の中に2時間もの間潜伏していたのか。しかし隣人や通行人に話を聞いても不審者の目撃情報は出てきません。もし家の中に潜伏していたのならリジーとサリバンが気づくはず。何より外部から犯人が押し入った形跡も見つからなかったんです。このような状況から内部の者による犯行の線が高まったんです。つまりリジーかサリバンのどちらか、もしくは両方が犯人である可能性が浮上したんです。サリバンも結構怪しいんじゃないか、ですがね、警察はね、ある方向性で捜査を進めていくことにするんです。犯行の時刻の朝9時と11時、サリバンは別室にいたと証言。しかし、家の中の出来事なので、サリバンのアリバイを証明できる人はいません。唯一証明できるのはリジーでしたが、リジーも容疑者の一人、共犯の可能性もあるので、二人の証言には信憑性がないんです。しかし、警察はサリバンが犯人である可能性は低いと考えました。その理由はリジーの証言。リジーは証言するアリバイがあやふやで、しかも取り調べを受けるたびに言うことがコロコロ変わっていたんです。さらに彼女の口調や態度にも違和感がありました。実の父親と母親が惨殺されているにもかかわらず、彼女は冷静で落ち着いていたんです。いや、怖っ。どこからどう見てもリジーが怪しい。警察は彼女が犯人ではないかと目星をつけます。そこで彼女の身元や周辺を調べていくと、リジーが犯人だという説を後押しする有力な情報が見つかります。実はリジーの母親であるアビーは父親のアンドリューの再婚相手でした。そしてリジーはこの母親アビーのことをある理由で恨んでいたんです。それは父アンドリューの遺産相続問題。なんと両親はリジーに遺産を残さないことを決めており、この遺産相続をめぐって3人は揉めていたんです。アンドリュー、なんで娘に遺産を分け与えればいいじゃない、みんな家族で分配すればいいのに、なんでわざわざそんなことするの？普通に考えたらそうなりますよね。ですがね、この家族には隠された闇があったんです。歪んだ家族。1860年、父アンドリューと生みの母アンソニーの間にリジーは生まれます。当時からアンドリューは地元で有名な資産家で、事業で成功を重ね億万長者のルートを歩んでいました。しかし、そんな父親を持っているにもかかわらず、彼女たちの生活は決して裕福ではありませんでした。食卓に並ぶのはいつも一番安い羊肉ばかり。住んでいた家も古臭く、電気も配管も通っていなかったんです。お金はあるはずなんですが、なぜかリジーたちは質素な暮らしを強いられていたんです。家族が贅沢できない理由は父のアンドリューにありました。彼は極度のドケチで貯金貯蓄をこよなく愛する人だったんです。そして自分が稼いだお金で家族に贅沢をさせることを大変嫌うんです。実はこのアンドリュー、かなりの変わり者。表向きはストイックで超優秀なビジネスマンなんです。しかし家族からは厳しすぎる父親として恐れられており、特に子供たちには暴力を使った教育をすることも少なくありませんでした。過去にはしつけという名目でまるで見せしめのようにリジーが大切にしていたペットの鳩を殺したことも。しかし家族を嫌っていたというわけではないんです。彼の家族に対する愛情がひどく歪んでいたんです。怒りすぎでしょ、娘リジーがかわいそすぎよ。これさ、母親はどうしてんの？リジーの母親絶対いるじゃない。生みのね、母親のね、アンソニーはリジーが幼い頃に病死しているんです。アンソニーに関しては詳しい情報は得られなかったんですが、独裁者さながらの父の暴走はね、止められなかったんです。実の母が亡くなり、父親からひどい仕打ちを毎日のように受けるリジー。日に日に父親に対する憎悪は膨れていきました。そして彼女が恨んでいる人間は父親だけではなかったんです。もう一人敵対している人物がいました。その人物とはアンドリューの再婚相手であるアビーでした。ああ、これ序盤で殺された母親じゃない。アンドリューはアビーをボーデン家に迎え入れましたが、リジーは彼女を家族の一員として認めることはなかったんです。彼女はアビーを母親と呼ぶことなど一度もなく、それどころか心の底から彼女のことを軽蔑していたんです。まあそりゃそうなるわよっていうさ、母親亡くなっちゃって新しく来た女をさ、そんな簡単に受け入れられるはずないじゃん。そうなんですよ。このね、義理の母と言っていいのかね、こうアビーの存在がね、リジーをどんどん狂わせていくんです。リジーは両親を激しく憎んでいましたが、成人を迎えても実家を離れようとはしなかったんです。父親を恨み、義理の母を恨むリジーがなぜずっと実家に住み続けるのか。実家を出れば、恨んでいる二人の顔を見ずに済むはずなんです。実はリジーにはある思惑があったんです。それは父親の遺産。いや、怖えな、こっちも。今はケチな父親のせいで質素な暮らしを強いられていても、その父親が亡くなれば莫大な遺産を相続できるんです。そうすれば豪勢な生活が送れることも夢ではなかったんです。しかし父親が死ぬまでの辛抱だと日々の生活を送っていたリジーでしたが、ある衝撃の事実を知ることになります。なんとアンドリューが義理の母であるアビーに遺産を全て譲渡しようとしていたんです。アンドリューはアビーのことを思って自分が先に亡くなっても彼女が不自由なく生きられるように遺産を彼女に全て与えようと考えていました。しかしリジーにとって父のこの決断はもちろん許し難いもの。このままでは自分に遺産が回ってこなくなる。遺産のためにこの生活に耐えていたのに、私の苦労はどうなるんだ。こうしてリジーの両親に対する恨みは一層深いものになっていくんです。これリジーが殺しちゃう理由が揃ってるじゃない。これまだね、リジーが犯人であるかどうかはね、わからないんですが、リジーがね、犯人である可能性は極めて高い状況ではあったんです。そしてついに警察が動き始めます。リジーが犯人である決定的証拠は見つかるのか、事件はさらなる展開を迎えていくのです。消えた証拠。被害者である両親と確執があったことも明らかになり、一層疑惑が深まったリジー。警察は彼女が犯人だと裏付ける証拠品がないか徹底的に自宅を捜索。もしリジーが殺人をしていたなら、夫婦を殴り殺した斧や返り血を浴びた衣服が見つかるはず。警察は威信をかけて彼女の家を隅々まで捜索しました。そこで見つかったのは柄のない斧だったんです。でもさ、犯行に使われたのがさ、斧の絵だったでしょ。それ見つからないってことはさ、そういうこと。まあそうなんですよね。彼女がね、証拠隠滅を図った可能性が高いんです。怪しいのはそれだけではありませんでした。近隣住民の目撃談によると、事件直後、彼女は自分のドレスを燃やしていたんです。もしかしたら彼女のドレスには返り血がついていて、その証拠を隠滅するためにドレスを燃やしたのではないか。警察は総奮で彼女を問い詰めたんですが、ペンキで汚れたから燃やしたの一点張りなんです。結局、証拠を隠滅するためにドレスを燃やしたのか、ペンキで汚れたから燃やしたのか、明らかになることはありませんでした。そもそもドレスを燃やすことなんてさ、当時あったの？もう完全に証拠隠滅じゃないこれ。まあね、不審な点はね、これだけじゃないんです。警察が周辺で聞き込みをしていると、事件の前日、リジーが薬局に買い物に来たという証言が見つかりました。そこで彼女が注文したというのが、青酸カリ。200mg で成人男性が死に至ると言われる猛毒を購入しようとしていたんです。結局、店主が販売を断ったため、彼女が青酸カリを手に入れることはなかったんですが、警察はこれが両親の殺害のためではないかと推測。リジーが犯人である可能性はさらに強くなったんです。ちなみに、リジーはね、青酸カリはね、アザラシの皮を洗うために買ったとね、言ってるんですよ。いや、わからん。それが正しい使い方かもわかんないし、だとして。いいわ、もう私お腹いっぱい、もうリジーが犯人でいいじゃない、これ。まあでもまだ決めつけちゃいけないですよ。実は事件が起きた当日はアンドリューの遺産の一部を義理の母アビーに譲渡する日でした。さらに2人が殺された順番にも意味がありました。もしアンドリューが先に殺されていた場合、遺産の相続権はアビーの遺族側に移ります。しかしアビーが先に殺されたことで、遺産の相続権はアンドリューの遺族、つまりリジーが手に入れることになったんです。完全に大手じゃないこれ。もう積んでんじゃないこいつ。アリバイがね、ごっそりね、抜け落ちてはいるんですが、ここまで揃ってたらね、完全にもう有罪ってね、普通は思いますよね。皆さんね。ではね、そんな理事に裁判所がどんな判決を下したのか見ていきましょう。事件からおよそ1年後、リジー・ボーデンの裁判が開かれました。裁判でのリジーは明らかに劣勢でした。法廷に立ったリジーは相変わらず矛盾した証言ばかり。検察側は彼女に十分な犯行動機があること、そして彼女が証拠隠滅を図っていたことを証拠として挙げ、リジーを追い詰めました。裁判には地元の人間が多く駆けつけただけでなく、メディアにも大々的に取り上げられ、全米の関心が集まったんです。誰もが固唾を飲んで見守る中、ついに判決へ。彼女に言い渡されたのはなんと無罪。わけわかんないわ。ここまで証拠揃っといて、無罪なわけないじゃない。確かに、今回のね、事件は、今のね、アメリカだったらね、確実に有罪判決になってるんですよね。実はこのね、彼女の無罪は、当時のね、価値観をね、大きく反映していたんです。無意識の偏見。リジーが無罪になったことには、いくつかの要因がありました。一つ目が物的証拠。メイドのサリバンや近隣住民の証言から、彼女が犯人である可能性はぐっと高まったんですが、それらはあくまでも証言から推測した状況証拠。彼女が殺人を犯したという物的証拠は一切なかったんです。そのため、陪審員たちは証拠不十分なリジーを有罪と判断することが難しくなりました。物的証拠、リジーが証拠隠滅してたじゃない。まあそれをね、見計らっての行動だったのかもしれません。ちょっとね、神気味。二つ目が彼女の人間性。今皆さんがリジーに対して抱いているイメージは最悪かもしれないんですが、地元の人間から見た彼女のイメージは正反対。実は彼女、教会学校の教師として働いており、地元では熱心なクリスチャンとして知られていたんです。あんな優しい女性が殺人を犯すはずがない。周囲の人間は誰一人として彼女の犯行を疑うことはありませんでした。陪審員たちは普段の彼女の人間性から見て、殺人などを犯すはずがないと思い込んでいたんです。3つ目が彼女が華奢であったこと。無罪を勝ち取った理由は彼女の見た目にありました。法廷に現れたリジーは黒いドレスを身にまとっており、それは華奢で気品のある、まるで貴族のような見た目だったんです。彼女を見た人々は衝撃を受けました。このような女性が人を殺めたりするのだろうか。実は当時のアメリカ社会には女性が残虐な殺人事件など起こすはずがないという考えがありました。ましてや風で吹き飛んでしまいそうなほど華奢な女性が何度も両親を殴って殺すことができるか。陪審員が出した答えはノーでした。そしてこれらの要素が決定打となり、彼女は無罪となったんです。殺人を犯した可能性が極めて高い容疑者が女だから、優しい人だから、金持ちだからという理由で無罪釈放となったこの事件。連日メディアに取り上げられ、アメリカの犯罪学や大衆の価値観に大きな影響を与えました。知らず知らずのうちに身につけてた偏見がめちゃくちゃ人の人生を狂わしちゃってるわけよね、これね。まあそうなんですよね。このね、無意識の偏見、つまりね、これ英語で言ったらアンコンシャスバイアスっていうんですけど、実はね、これね、私たちにとってもね、結構身近なものなんですよ。アンコンシャスバイアスとは簡単に言えば自分では気がついていない偏見のことなんです。消防士は必ず屈強で美しい男性というわけではないし、血液型が A 型の人が必ずしも几帳面というわけではありません。実は気がついていないだけで身の回りは偏見だらけなんです。ここであなたのアンコンシャスバイアスを試すテストをしましょう。男性が自分の息子を車に乗せて運転をしていました。しかし、その車は衝突事故を起こして大破してしまいます。救急車で搬送中に父親は死亡、息子は意識不明の重体、病院の手術室で子供の顔を見た外科医は息を飲みます。そして次のようなことを口にしました。この少年は私の息子です。必ず手術で救ってみせます。さあね、ここでテストです。皆さんはね、無意識のうちに父親が2人登場したと思いませんでしたか？それこそがね、アンコンシャスバイアスなんです。つまりどういうことかというとね、皆さんね、医者イコール男性だと思いませんでしたか？実はね、さっきの話なんですけど、外科医はね、母親なんです。なるほどね。外科医イコール男性みたいな、知らず知らずのうちの無意識の偏見が関わっちゃってるってことね。そういうことなんです。アンコンシャスバイアスは様々な障害を引き起こします。特に危険なのは人間関係。無意識な偏見で他人を傷つけてしまったり、相手を怒らせてしまったりすること、メトラの皆さんもあるんではないでしょうか。ということでね、少し脱線したんですが、リジーのね、無罪にはこのアンコンシャスバイアスが深く関わっていたんです。そして裁判から数ヶ月後、無罪釈放となったリジーを待っていたのは優雅な暮らしでした。そう、両親の遺産を相続することに成功し、巨額の富を得たんです。しかし、その生活は長くは続きませんでした。家族殺しの疑惑がかかっているリジーを地元の人々は受け入れなかったんです。リジーは村8部にあい、ホールリバーを追い出されてしまいます。そして1927年、彼女は安らかに生涯を閉じます。リジーが亡くなったことで完全に迷宮入りを果たしたこの事件ですが、実はアメリカの民謡となり、現在も歌い継がれているんです。メトラのね、皆さんもね、アンコンシャスバイアスあると思うんです。僕のこと男だと思ってませんか？この人のこと女性だと思ってませんか？あなたはどう思ってますか？教えてください。